あの人の現在。ぐっさん、山口智光が干された理由は？また現在の姿が話題に。どんどこどんというお笑いコンビでデビューしたぐっさんこと山口智光ですが、最近はテレビから干されたのではないかという憶測を呼んでいます。司会やモノマネ、さらに歌などマルチなタレントとして知られていた彼の現在とは。プロフィール。山口智光、お笑い芸人、俳優、歌手、声優。1969年3月14日生まれ、大阪府出身、大型、愛称はぐっさん。芸能活動を始める前は松屋電機で営業担当として約2年半勤務し、優良社員賞を受賞するほど優秀な社員だったという。ミュージシャンを目指すために退職。国際花と緑の博覧会で着ぐるみを着てショーに出演するアルバイトを務め、その仕事を運営していた阪急電鉄から誘われる形で宝塚ファミリーランドに就職。そこで勤務している時に相方の平畑さんと知り合い、お笑いへの道へ進んだ。また宝塚ファミリーランド勤務時代に今の夫人とも出会っている。1994年、平畑啓二と共に漫才コンビ、どんどこどんを結成。1999年、NHK 爆笑オンエアバトルチャンピオン大会で初代王者になり、知名度が上がる。2001年、雨上がり決死隊、宮迫博之と共にユニット、クズを結成。以降、バラエティのみならず、ドラマ、映画など多方面で活躍中。干された理由。山口智光さんが干されたと噂され始めたのは、以前放送されていたお笑い番組の林間から突如いなくなったことがきっかけだったようです。この林間では山口さんのコーナーがあったにもかかわらず、何も理由を告げずに消えたことから、番組を取り仕切っていたダウンタウンと揉めたのではという噂も流れました。ダウンタウンといえば、今や知らない人のいないお笑い界の重鎮であり、彼らと一悶着あったのが原因で現在山口さんは消えたと認識している方も多いようです。ですが実際は山口さんのスケジュールが原因だったようです。当時今も出演中の生放送番組虹色寺院とリンカーンの収録は重なることが多く、山口さんは虹色寺院の生放送が終わってからリンカーンの現場に駆けつけることが多かったとのこと。そのことによりレギュラー出演であった虹色寺院を優先し、徐々にリンカーンの露出を抑えていったのではないかと思われます。しかしここでまた疑問が。スケジュールが理由なら他のメンバーが触れても良さそうですし、山口さんからも一言あってもおかしくないような気がします。そこで浮上するのは、スケジュール都合は表向きで真相は違うとの情報もあります。山口さんは経費削減の影響でリストラにあったようで、実際に放送でも9人のギャラがあまりに高額なため制作費の底がついたとの発言もあり、ギャグのように扱われていましたが、あながち嘘ではなかったのではという話です。現在の姿では、現在の山口さんはどんな状況なのでしょうか。調べてみたところ、虹色寺院、フジテレビ系をはじめ、ぐっさんち、東海テレビなどしっかりレギュラー番組や冠番組を持たれていて、両番組とも長寿番組になりつつあります。ではなぜ消えたと言われてしまったのでしょう。おそらく出演する番組のターゲット層が変わったことと、地方を拠点としているこの2つの理由が大きいような気がします。以前のようにお笑い色が前面に出ている番組に出演することが減ったため、
見ていた視聴者からすると見なくなったと感じるのかもしれませんね。そのことにより現在は全国放送のバラエティ番組への出演は減っていると思いますが、山口さんの人気がなくなったわけではないと思います。声優やドラマ、ラジオの仕事など幅広く活動されていて、さらにディナーショーも行われているそうです。そしてその売れ行きも好調とのこと。そんなことにより消えたというより活躍の場が変わったということでしょうね。現在も仕事に困窮している様子は全く伺えません。山口智光さんは現在お笑い番組にはほとんど出演せず、司会業やタレント業のため消えた、干されたという噂がささやかれていましたが、現在も精力的に活動していて、ただの噂でした。しかし全盛期に比べれば確かに仕事量は少なくなっていますが、それでも多彩な才能を持つ山口さん、様々な方面でこれからも活躍することを期待しています。